速報、エムバペの今回あるエリ加速、その背中を押したのは、唯一無二の神。前日のエムバペさん去就報道で見飽きているかもしれませんが、今回はまた違うかもしれません。今回ついにエムバペさんの夢、レアルマドリード入団がかなり期待できる状況となったかもしれません。というのも、メッシさんが PSG を退団する前にエムバペさんにこう話したそうです。バルセロナに行く方がいいけど、レアルマドリードに行きたいならそうしたらいい。あなたは真の勝利プロジェクトに値する。なんともありがたい神からのお告げ。まさか元ライバルチームのバルセロナ所属だったメッシさんがエムバペさんをレアルマドリードに入団の後押しをするとは。こういうところも神たるゆえんやな。夢を普通に応援してあげられるのかっこいいな。こんなん言われたらすぐ行くやろ。PSG で何かあったんか。来季レアル1強確定してくさ、地方イガンに加入した途端にスターいなくなる。別府も行ってたよね。確かエムバペはシティに来ないよ。どこのチームに行きたがってるかなんてみんな知ってるだろ。ライカフリーセスくらいならデザヒでも今回売却するだろうな。唯一無二新生ともネイマールにも告げたのむ。